こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も単行者の前後百科から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、雨を聞いて観光つくです。これは当代の思想、無可常人の秋重慶鹿島によすと題する詩の上の上の句です。雨音を聞きながら寒い夜更けをまんじりともせず過ごしてしまったということで、石漠とした秋の夜を歌ったものですが、下の句に門を開けば落葉多しと大きな転換が用意されています。つまり、からりと開けた翌朝、門を開けてみると、落ち葉が積もっており、雨と思ったのは落ち葉の舞う音であったかという思考です。夜と朝、幻覚と事実の対比など味わいの深い句です。今から雨を聞いて観光つくを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。